ヒドロコドンとはコデインから合成される反合成オピオイドであり、消しから抽出されるアルカロイドの一つ。麻薬性鎮痛薬として中等重度の頭痛軽減のために蛍光投与されるほか、鎮害剤として一般的には液剤として蛍光投与される。アメリカ合衆国ではアセトアミノフェントの合剤であるバイコディンが有名。主に米国内で処方されており、 国際麻薬統制委員会は2007年には世界供給量の99%が米国で消費されたと報告している。アヘンを主成分とする事実上の麻薬で非常に依存性が強く、米国内では深刻な社会問題となっている。2018年現在、日本では承認されていない。鎮痛剤として中等度から重度の痛みの緩和、 もしくは鎮外薬として使用されている。オキシコドンとの力値を比較したある研究では、オキシコドンと同程度の同行収縮を達成するためには、50%多くヒドロコドン投与が必要だと分かった。研究者らはこれを、オキシコドンはヒドロコドンより約50%強力であると解釈している。しかし、救命救急部門における、 骨折患者を対象とした研究では、どちらの薬剤も同等量で、同程度の疼痛緩和が得られるとし、この目的の疼痛管理に使用された場合にはほとんど差がないことが判明しているいくつかの文献では、ヒドロコドンの鎮痛作用は20から30分で始まり、約4から8時間持続すると記している。メーカー公表データでは、作用開始は、 約10から30分であり、持続時間は約4から6時間である。推奨投与間隔は4、6時間である。ヒドロコドンは身体的依存及び精神的依存を引き起こし、死壁を形成し得る。その乱用形態はモルヒネに似ており、オキシコドンには似ていない。米国政府は2014年にヒドロコドンの処方規則を厳格化し、 規制物質法のスケジュール3からスケジュール2に変更した。ヒドルコドンは2011年に米国で約10万件の薬物乱用関連の救急搬送に関与しており、これは2004年の2倍以上の数字である。アメリカではドクターハウスなどテレビドラマ等においてバイコディンがしばしば扱われている。ありがとうございます。